第四課。一番。今何時ですか? 0。レイ。すみません。今何時ですか?。六時二十分です。あ、どうも。一。北京は今二時半ですか?。いいえ、一時半です。うーん。一時半ですか?。 すみません、今ロンドンは何時ですか午前7時15分ですえ ?1 時15分ですかいいえ、7時15分ですあのー、先生、12時50分ですえ ?50 分はいあ、そうですね じゃあ終わりましょう。二番、何時から何時までですか？休みは何曜日ですか？レイ、はい、青い美術館です。そちらは何時から何時までですか？十時から五時までです。 休みは何曜日ですか月曜日です。ありがとうございました。一はい、なにわ図書館です。あのー、そちらは何時からですか9時からです。何時までですか6時までです。土曜日は休みですかいいえ。 休みは火曜日です。火曜日ですか。ありがとうございました。二<に>。はい。元気病院です。あの、そちらは何時から何時までですか。午前九時から十二時までと。午後四時半から七時半までです。土曜日は休みですか。 いいえ、休みは日曜日です。そうですか。ありがとうございました。三番、学生は勉強しましたか勉強しませんでしたか例先生,先生 おは,おはようございます。おはようございます。ターポンさん、昨日の晩勉強しましたかはい。八時から十一時まで勉強しました。そうですか。ミゲルさんは勉強しましたかすみません。勉強しませんでした。リンさんは勉強しましたかい,いえ、昨日十二時まで働きました。 そうですか。キムさんは勉強しましたか。はい。何時から何時まで勉強しましたか。えーっと。十一時から十一時半まで。そうですか。エドさんは。昨日の晩勉強しませんでした。 今朝6時に起きました。6時半から7時半まで勉強しました。そうですか。じゃあ、みさん、今から試験ですよ。えぇ、ー、4番、りんさんは何曜日に働きましたかりんさんは、先週何曜日に働きましたかえぇと、月曜日と火曜日と木曜日に働きました。 水曜日は働きませんでした水曜日は休みました金曜日は金曜日も働きませんでした土曜日と日曜日は休みですそうですか5番何番ですか0田中さん電話番号は何番ですか

九八五の三一七八ですね。ありがとうございました。二。はい。一例四の石田です。あの。神戸の青い美術館は何番ですか。神戸の青い美術館ですね。少々お待ちください。

六時二十分です。あ、どうも。一。北京は今、二時半ですか。いいえ、一時半です。ふうーん。一時半ですか。二。すみません。今、ロンドンは何時ですか。午前七時十五分です。え。一時十五分ですか。いいえ。 7時15分です。3あの、先生、12時50分です。え ?50 分はい。あそうですね。じゃあ、終わりましょう。2番、何時から何時までですか休みは何曜日ですか0 はい、青い美術館です。そちらは何時から何時までですか？十時から五時までです。休みは何曜日ですか？月曜日です。ありがとうございました。一はい、何は図書館です。あのー、そちらは何時からですか？ 9時からです何時までですか6時までです土曜日は休みですかいいえ休みは火曜日です火曜日ですかありがとうございました2<に>はい元気病院ですあのー、そちらは何時から何時までですか 午前9時から12時までと、午後4時半から7時半までです。土曜日は休みですかいいえ、休みは日曜日です。そうですか。ありがとうございました。3>, 3番、学生は勉強しましたか勉強しませんでしたか例 先生、おは,おはようございます。おはようございます。ターポンさん、昨日の晩勉強しましたかはい。8時から11時まで勉強しました。そうですか。ミゲルさんは勉強しましたかすみません。勉強しませんでした。リンさんは勉強しましたかい,いえ。 昨日十二時まで働きました。そうですか。キムさんは勉強しましたか。はい。何時から何時まで勉強しましたか。えーっと。十一時から十一時半まで。そうですか。エドさんは。 昨日の晩、勉強しませんでした。今朝6時に起きました。6時半から7時半まで勉強しました。そうですか。じゃあ、みさん、今から試験ですよ。えぇ、ーえー、4番、りんさんは何曜日に働きましたかりんさんは、先週何曜日に働きましたか えーと、月曜日と火曜日と木曜日に働きました水曜日は働きませんでした水曜日は休みました金曜日は金曜日も働きませんでした土曜日と日曜日は休みですそうですか五番何番ですかレイ。田中さん

ゼロ九ゼロの九八五の三一七八ですね。ありがとうございました。二。はい。一例四の石田です。あの。神戸の青い美術館は何番ですか。神戸の青い美術館ですね。 少々お待ちください。お問い合わせの番号は。ゼロ七八の四二一一の三一六八です。ゼロ七八の四二一一の三一六八です。三。ミラーさん。パワー電気は何番ですか?。電話ですか?。ええ。 えーっと、でですですかいいえ8080 80です。